どうもパンケーキです。いつもコメントたくさんありがとうございます。で、最近こういう形式のね動画撮れてなかったんですけど、理由としてはシンプルにちょっとネタがないんで、なんかこういうのどうですかみたいな、こういうのダイナモ使い覚えといた方がいいとか、スプラトゥーンプレイ覚えといた方がいい知識で、こういうのどうですかみたいなのあったら、リプとかツイッターのリプとか DM とか、あとコメントでこっそり教えてください。自分が考えた風にして動画出すんでよろしくお願いします。で、今回はダイナモでの傘対面の仕方について解説したいと思います。で、傘との対面はご存知の通り、このようにして普通に振ると防がれてしまうんですよね、傘に。じゃあどうするかっていうと、こんな風に曲射して傘の上からインクを落として敵本体を倒すっていうやり方になりますね。で、コツとしては振る瞬間に思いっきり上を向くっていうのと、で、この振り方だとインクが落ちるのが結構近い範囲にしか落ちないので、至近距離での対面でないと使えないっていうことですね。で、ちょっと距離があるときはこんな風に縦振りで上から当ててあげるって感じですね。で、縦振りのコツとしては、この一番先っぽのインクを上から敵の頭上に落とすっていうイメージですね。で、実際に戦う感じでやるとこんな風になります。で、振ってる、こっちが振ってインクが落ちてくる間にも敵は撃ってくるので、こんな風にフェイントを入れたりしながら敵のねインクを避けつつ自分のインクを当てる風にすると勝率が上がるかなと思います。というわけで、ぜひね、ダイナモ使いの人は傘と対面するときに意識してやってみてください。まあ、大体ね、相打ちになっちゃうんですけどね。それはまあ、相打ち取れたら、まあ、OK ってことで考えた方がいいと思います。